こんばんは、マサ464494です。今回は、マサラジ第48弾やっていきたいと思います。多分1週間前に撮ったんです。まあでも、動画配信したのは多分3日とか4日前ぐらいに配信してて、早くねって思ってる方もいらっしゃるかなと思いますが、ですね、基本的に今、土日、くらいに一気にガッて撮ってるので、動画とかを なので、ちょっと、その順番とかでズレズレになってしまうんですが、まあ、そんな感じです。ちなみに今撮ってる日付？いつなの？っていう感じですが、土曜日ですね。8月27日の土曜日に撮ってます。今、帰り道結構雨降ってて、雨だわーっていう感じでしたね。なんか、まあ暑いよりはいいんだけど、まあ、なんかあんまり歩いてる時とか、まあなんか傘とかさ、そういうのあんま差したくないんだよね。なんか邪魔みたいな。あんま手に持ちたくないみたいな。まあ、携帯とか持ってていいんだけど、なんかね、あんまりね、両手ふさぎたくない？ふさがれたくないか。そうそう。そんな感じですよ。ちなみにですね、まあ今日何話そうかなと、まあ全然考えてなくて、つい数十秒前まで考えてなくて、ちょっと、集中力とかについて話そうかなと思います。まあ、集中力についてとあと何話そっか。でも集中力。まあ、とりあえず最初集中力について話してるうちに何か浮かんだらそれ話そうかなと思います。まず集中力についてですね。あんまりなんか、集中できない気が散るとかいう人とかもいたりすると思うんですね。まあ俺も結構気が散ったりする方なので、ちなみになんだっけ、例えば真ん中に座ってたとして、自分がまあ電車でも机でもいいやで座ってて、例えばまあ両サイドが空いてるとします。で、まあどっちかに人が来るとして、俺すんごい気になるのは左隣に座られるのすんごい気になるんだよね。なんか、なんでだろうね。右隣は別に大丈夫なんだけど、左隣に座られるとすごい気になってしょうがなくなっちゃって、なんか視界に入るだけで、なんか、入るだけというよりか、あんまり意識してないんだけど、なんか気にしだして、しかも、なんか、まあ基本的に正面向いてたら、180度までとは言わないけど、150度ぐらいは見えるわけじゃん、視界の中に。絶対になんか左端に、左にいる人とかすごい気になっちゃって、だから結構気になると左目を結構つぶったりとか、なんかちょっと自分の体を右に傾けたりするとか、そういうことをしてますね。すごいね。何なんだろうな、左が気になるの。全然わかんないんだよね。なんか、いつ気づいたのかな？なんか、俺は結構左に座るようになったとか、そういうのでもないんだけど、なんか左がすごい気になる。そういうのない？結構みんな。ないのかな？なんかね、そういうの気にしたりとか、気になってしまったやつね、それ。あ、集中力の話ですね。まあそういう、まあ集中力の時はまあ左目つぶったりとかそういう工夫とかすればいい、してます、自分の中では。まあ別にまあそういう話をしようとしたわけでもないんだけど、まあ集中力が切れたりとかそういう話ですね。まあ俺は習慣化しちゃうタイプで、例えば、なんだろう、1日1時間これやるって言っても結構続かなくて三日坊主になってしまったりとか、そういう人も結構いるとは思うんだけど、その、まあ、
結構なんか習慣化するっていうのは、例えば朝起きたら顔を洗うとか、寝る前に歯を磨くとか、そういうのって別にすごい強制されたりとか、なんかいやいやとかそういうのじゃなく、なんか自然にやってるでしょ。それなんか当たり前みたいな、それが当たり前になってて、ずっとやってますみたいな、その習慣化されてる行為を、例えばやることに対して、例えば1時間これをやるみたいな、1時間ウォーキングするみたいな、それが本当に習慣化して当たり前で、頭の中でインプットしてずっとやっていくみたいな、なんか作業みたいな感じでやってると、何も苦痛もなく普通にやるみたいな、それ日常っていうか普通でしょみたいな感じでやってるのを基本的にやってるかなとは思います。自分の中で、例えば朝5時に起きて、帰ってが11時ぐらいなんですけど、今。まあ、それ結構、なんかいつも寝て、睡眠時間5時間とかそれぐらいだけど、朝5時に起きるっていうのは、すごいなんか自分の中で習慣化してるので、まあ別にそこまで苦じゃなく、まあ5時に起きるんだもん、みたいな そんな感じかな。基本的に5時に送るのなんかそんな苦じゃなくなってて、だからってすごい早く寝るわけでもないんだけどね。まあ、ただいつも寝る時間とか1時とか1時前ぐらいになってしまうんだけど、それが1時間早めて寝る時とか、すごいなんか5時に起きてるけどすごいなんか快調な感じだったりするんだよね。だからなんかそれが普通って持っていくと、あんまり神経とかそんな使わずに続けていけるんじゃないかなと思ってます。まあ基本的にそうやって続けています。で、何気にこの話をしながら何か話題ないかなっていろいろ考えてるんですけど、全然思い浮かばなくて、って感じなんですけど、まあ疲れだね 最近疲れとかいろいろ話してるけど、いろいろ勉強ですね。一番のネックというか、ずっと勉強してるんですが、まあいろいろと大変ですね。疲れますね まあでも、新しいことを覚えることってすごい大切なことで、まあそれが楽しいっていう思考になっていけば、それも苦じゃなくなるんじゃないかなと思っております。まあそこまで苦でもないんだけどね。まあ、それと比例して、いい結果に結びつけていければいいかなと思っております。まあ、ずっと、まあ、継続して努力は続けていきたいと思います。あと、なんだろう。台風。最近台風多いね。まあ、夏とかは基本的に台風多いけど、つい最近来た台風とかね。ちょっと強かったね、雨と風か。すごい強くて。まあ、その時室内にいたんで、全然影響を受けなかったんだけど。まあ、なんだろう。あと、まあ、基本的に、なんだろう。自分は、例えば今まで話した集中力とか、それもそうなんだけど、自分はコントロールできるけど、人、まあ、自分以外の人、まあ、それを、まあ、他人っていう言葉でくくると、自分は、基本的に頑張ればコントロールできるんだけど、他人に対しては、まあ、100%コントロールはできないので、そこまで、なんだろう、中心にして頼るとかそういうのじゃなくて、コントロールできる自分のことを100%力が発揮するようにというか、そういう方向に持ってった方が、まあ、好不調の波というか、はつきにくいかなと思っております。まあ、あと責任とかもそういうのもあるんだけど、そう、まず自分かなっていう、自分がちゃんとしてないとっていうね、ところは
結構意識してたりはするかなと思います。うん、何気にちょっと真剣な話をしてるんですが、まあ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 、明日日曜日で、まあ、ゆっくりするわけでもなく、まあ普通に勉強するんですが、まあちょっとだけふっと力を抜きながら若干ねやりたいかなと思っております。はい、ということでマサラチ第48弾ですね。何気にもうちょっとで50弾になって、まあ、どんどん長くなっていければいいかなと思っております。ということで、まあ噛んじゃダメだろ、マサラジ48弾でした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。じゃあね。